それでは、時刻は参りましたので、発表させていただきます。で一部ちょっとまだバスの加減ですかね、ちょっとまだ遅れておられる方、おそらく、遅れておられると思いますけれども、時間通りさせてもらいます。それでは、恒例であります、最初にご挨拶という形でスタートさせていただきます。それでは皆さん、ご起立をお願いいたします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうぞ着席してください。この町づくり大学もですね、ご存知のように今日と来週15日で終了ということで、もう過ぎたら早いもんですね。あっという間に。ということで、次の今月の22日にはですね、堀川市長から終了招致授与ということで終了式で、その後プログラムグループワークということの段取りになっておりますので、一つよろしくお願いします。で今日のお手元に、スケジュールがありますが、今日は前に3団体で、こうした市民活動団体をされておられるご代表の方に来ていただいてですね、皆さんと深く交流を図ってもらう、これは毎年こういったプログラムの一環の中で取り組んでいる流れでございます。できればですね、今後こういったことのつながりを持って、またボランティアの世界、あるいはこういった世界に足を踏み入れていただきたいな、その第一歩となっていただけるような気持ちでこういったプログラムを組んでおります。で、今日はですね、2番にありますように、若干簡単に活動団体さんの状況を喋っていただいて、あとゆっくりとですね、後ろにパネルが用意していますように、プルトップさんとリュウさん、立山、まちづくり研究会3団体の方々にそれぞれ、交流を深めていただきたい。ですからその中でいろんな質問とをですね、交えた交流を図っていただく。であと、3つのパネルの中で皆さんが9月の22日でしたかねから、先月の28日までということで、体験を各団体さんに行ってもらって、行っていただいた活動の写真を提示してございます。でこれはまた今日から今度は南館、市役所の南館のフロア、2階のフロアで終了式まで展示しておりますので、一般の方々にも見ていただくというような内容になっております。で、当初皆さんにご了解いただいておりますけども、写真を見てですね、ちょっとこれは悪いからやめといてという方は申し出ていただければ何らかの修正をしてまたさせていただきたいと思います。皆さんいい顔でやっておられますんで、申し分ないかなというように思います。で3番のところはですね、今日皆さんが受講者の皆さんが、それぞれ体験されたことを通じて、なんかこういっぺんこういうところでやってみたいなとか、こういうことを今感じた、今まで知らなかったことが分かってきたとかね、そういったものをちょっとインタビューをさせていただきたいなと思います。で10分を挟んで、休憩を挟んで、団体さんの方は各ブースへ移動していただいて、皆さんの今日のメンバーで大体4人から3人になるんですけれども、分かれていただいて、ローテーションでずっと回っていただくという段取りでございます。で大体1団体で説明、交流を深めてもらうのは、時間がゆっくりあればいいんですけれども、ここの会場の都合もありますので、25分間。で、こちらでまた、じゃあ、
席移動してくださいというように声をかけますので、その時はまだ隣の部室で移動してもらう、まあ、こういう段取りでいきたいと思いますので、それで大体、今日の予定は11時45分に終わればいいな、まあ、11時の予定ですけど、まあ、15分くらいの予定を、45分の予定をしておりますので、今日も一つよろしくお願いしたいと思います。それでは、今日団体さんの方で忙しい中でございますけれども、ご指摘いただいております方をご紹介しながら、また次の内容をですね、説明いただきたいと思います。それでは、このプルトップさんの方からなんですけれども、対応されております岡田さんでございます。ちょっと待って、はい、はい、プルトップ部会の岡田恒子と申します。今日は限られた時間ですけど、私たちの活動を発表したいと思います。このまま出てやってみますか。いや、なら一旦、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、じゃあ次が井上さん、はい、おはようございます、井上です、よろしくお願いいたします。それから社協さんで一緒に同伴していただいております、浅田さん。おはようございます、社会福祉協議会から参りました浅田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それから流線里山クラブということで、体験の中には入ってなかったんですけどもね、まあできたらまた次回はですね、そういったこともプログラムの中に入ればなというように思っておりますけれども、代表の中島さんでございます。流線里山クラブの中島です。活動の拠点がですね、富田林の幹部の中の下の方にありまして、ちょっと あまり馴染みがないかなと、またよろしくお願いいたします。よろしく。幹部の宿が近くにあるんだよな。そうです。あ、これ泊まって、ほんなら。そういう泊まりがけないってもよろしいな。そうですか。ありがとうございます。で、最後に、まちづくり研究会の代表しております、なえさんでございます。皆さん、おはようございます。まちづくり研究会の世話人の代表をさせていただいております、大江です。まちづくり研究会は、この町大の第一期生の方が11年前に決められたものですね。これを皆さんと継続していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、副代表しております、アリガニさんです。まちづくり団の皆さん、今日は皆さんに、地検のことを一生懸命説明させていただきますので、ぜひご参加いただきますようによろしくお願いいたします。えらい口調は滑らかで、えらい緊張してるんじゃない、はい、じゃあということでお三人の方でございます。それではまずプルトップさんの方から、はい、若干またここのブースでまた詳しく内容を教えていただきます、はい、ちょっと概況だけを、ね、はい、はい、